夕方にまたコロサスキー場にやってまいりましたよ。今日もふもと出るまではね、夕方5時20分ぐらいに出てきたんですけれども、出るふもとの気温がね、31度ぐらいでした。で、ここ今、おそらくですけど、21度ありません。あ、25度ありません。21度だったら寒いっちゅうね。25度しかありません。25度もひょっとしたらないかもしれないですね。体感的にものすごく涼しく感じますので、25度超えるとね、なんとなくこう、蒸し暑さっていうのをね、感じられるようになりますけど、1枚こう、ジャケット脱いでるだけでね、風もちょっと今日あるんで、結構風吹くとね、肌寒いぐらいでした。はい。やっぱりね、この夕方の頃さ、ここいいな。夕方ここよ。多分、ふもとはね、まだ30度ぐらいは、おそらくあると思うんですよ。降りたくない、ずっとここにいたいぐらいですね。はい、コロサスキー場です。でもう山っていうか、この辺り全体がね、ガタ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 、もう日陰にほらなってるでしょ。なのでガタ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 、日が当たらないんでね、多分この日が落ちると同時にね、ぐーっとこう気温が下がってくるんじゃないかなと。だから涼しいようなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、おそらくこの朝方ここ来るとね、本当に寒いぐらいだと思います。まあ、日中はそもそもこう30度、まあ、ふもとも30度あるという、今現在でもね、これだけ涼しいってなると、朝方はね、逆に本当に寒いぐらい、長袖は完全にいるぐらいじゃないかなと思います。で、今これ、おそらく連休中、特別だと思うんですけど、通行止め、ここすぐね、通行止めなんですけど、ちょっとゲート開いてるんですよね。で、多分ね、その展望台とかある関係でね、多分行けるのかな。でも、どうなんだろう。やめときましょうね。こういうところはね、工事の人かもしれないですからね。ただし、ここをもうちょっと行くとね、こう見晴らしのいいところがあって、車止めれて、そこでね、展望を楽しめるような場所もあるんですけど、その関係でね、ひょっとしたらやってるのかもしれないですね。はい。まあ、とりあえずちょっとね、いいものだかどうなのかよくわからないので、今回はねパスしましょう。で、今6時20分、夕方の6時20分ぐらいということなので、まあ、あともう30分もすれば日が暮れ始めてきますので、まあ、ちょうど帰る頃には、まあ、夕方で暗くなる前までには帰れるのかなということで、山を降りていきたいと思います。もう下りなんでね、ちょっとね、アクセルちょっと開けてるだけでぐーっと加速するんですよ。
しいなこの辺走ってて。山はね、このように、とても、この辺り一帯がこうちょうど影になる関係で、地面もね、ものすごい涼しくなるのが早いんでしょうね。まあ、いい山道ですよ。まあ、日中はさすがにね、ふもとよりかは涼しいですけど、まあ、それでも、夏ですからね、それなりの気温にはなると思うんですけど、こうやって夕方になると、急速におそらく涼しくなってくるんじゃないかなと思います。なので割とこう近場の方ぐらいだったらこうコロさんの方ね、夕方から訪れて、ちょっとね自販機もありますので、のんびりね、お茶でも飲みながら、麓の暑さを忘れるというにはもうもってこいのところじゃないかなというふうに思います。でこのままね、上司の方からまたね、こっちからはちょっと行かない、朝行ったんでね、まっすぐこっちから行こうと思います。ギア抜けた。3速なのにギア抜けんの？ちょっとこれミッションがね、もう一つといったところですね。ここも車通りもね少ないんで、本当に夕方、ブラブラーとこう流すというにはねちょうどいいワインディングだと思います。それなりにねこう道はちょっと整備されてますので、いい感じだと思いますよ。山もね、なかなかいい感じだ。夕日に照らされて、おお夕日綺麗だな。気持ちいい。よいしょ。どうだ。うわ綺麗だなこれ。美しい。多分このカメラではね、それほど綺麗には映ってないかなと思うんですよね。色がいまいちなんですよね、このカメラ。
住家なんで。なので、ね、写真1枚撮っておきます。夕日だと俺足長えな、夕日だからね。